はいどうもこんにちは、 J リーグお決まりチャンネルのハリボーです。本日も急遽予定が変更となり再び一人で行います。さあ今回は ACL 開催に伴う前倒し開催となった第10節ヴィッセル神戸との一戦を振り返っていきたいと思います。試合前から驚きとワクワク感が交差する中で迎えたこの一戦を短めではございますがサクッとお伝えしたいと思います。それでは解説に行きましょう。本日は今季初の日産スタジアムでのナイトゲームということで暗転演出、通称トリコロールギャラクシーが試合前に実施されました。僕は都合が合わず現地には行けなかったのですが暗転した状態での選手入場ととてもいい雰囲気になるので個人的にはすごい好きです。次の開催はおそらく4月2日の FC 東京戦になると思いますがその日は僕も現地参戦予定なので実際にスタジアムで雰囲気を味わいたいと思います。マリノスに関してはこれは誰も予想できなかったんじゃないでしょうか。負傷者、出場停止者が複数いる中で前節から8人を変更。センターバックにはサネと、左サイドバックには小池雄太、ダブルボランチには藤田ジョエルチマとユース出身のルーキー山根がいきなり先発デビューとなりました。そしてトップ下には西村、左に中川、センターフォワードにアンデルソン・ロペス、そして右ウィングには待望の初スタメン、そしてホームデビューとなる宮市が入りました。後日談ですがどうやら前節試合後足を気にしていた北、そしてレオも負傷だったようです。一方神戸も同じく連戦でなかなか人選が難しいといったところでしょうか。主軸メンバーのイニエスタ、サンペール、大迫らがベンチスタート。古巣対戦となる荻原はしっかりとスタメンで出てきました。菊池流歩はまだ戦線には戻れてないようです。試合に関しては両チームともメンバーを入れ替えている影響もありチームとしての完成度は高くないといった印象でした。立ち上がりには悪い失い方から大ピンチを迎えますが高岡がファインセーブ。高岡に関しては試合を通じて重要な場面でもビッグセーブも目立ち、まあ、影のマンオブザマッチと言えるでしょう。一方神戸はこのプレーで武藤が負傷してしまったのが痛手だったかと思います。前半の途中ぐらいからボールを持てるようになり宮市の裏などを活用し徐々にチャンスを作り始めると小池雄太のコーナーキックから西村が合わせ先制。追加点は奪えない中後半イニエスタ、サンペールらを投入し流れを戻しにかかるもなんとマリノスは小池雄太をボランチで起用し神戸の中盤に自由を与えないよう試みます。その後はマリノスも水沼を起点に決定機を作りますがなかなか得点にはつながらず、ただ失点することもなく乗り切ったマリノスがラストプレーで最後の力を振り絞った西村が追加点を決めそのまま試合終了。不完全ながらもマリノスのサッカーを表現し勝利をつかみ取りました。ただ選手のやりくりや内容を見ているとこれはまあ双方にも言えることですが開幕直後の連戦というのはかなり選手にとても応えるのかなといった印象ですね。あと1試合 ACL 組には頑張って乗り越えてもらいましょう。さて今回初スタメンの選手も多かった中で、まあ、誰から触れようかといったところですがまずルーキー山根陸、まあ、世代別代表の常連だったのでジュニアユースの頃から、まあ、名前は知っていましたよ。あんまりプレー自体を見たことはなかったので、まあ、今回の試合で彼を少しでも知ることはできたのかなとは思います。今シーズンの練習を見た印象だとユース育ちらしいというか、まあ、正統派ボランチ、少ないタッチでパンパン離してリズムを作っていく選手かなという印象でしたが J1 のピッチでもそれを十分表現できていたかなと思います。もちろん球際のところなどフィジカル的な面はまだまだな面もありましたが、まあ、なんといってもボールを持った時の姿勢がよくブレない技術を発揮できていたかなと思います。まあ、今後のリーグであったり ACL も中2日で6試合とある中で、まあ、もっともっとチャンスが出てくるのかなとは思います。あとは宮市は自分も久々のスタメンで緊張もあった中山根を気にかけて積極的に声かけてたりそういったシーンもあったので、まあ、パーソナリティの分でもしっかり力とはなっていたかなと思います。プレーに関しては最後のところの質はもっと高められるかなとは思いますが、まあ、自分の武器である縦への仕掛けっていうのをしっかり出せていたのであとはとにかく怪我なくというところで頑張ってもらえたらなと思います。そして最後は西村、最後お立ち台でマイクのスイッチを入れずに喋り始めるなど、まあ、ピッチ外での天然エピソードが絶えないという彼なんですけれども、ピッチの上では初のトップ下にもかかわらず浮いたところで受けたりゴール前に入ったりといったところで素晴らしい活躍っぷりでした。 13.6 キロ近く走った上で最後に決め切る力強さもさすがといったところでしたね。
まあ、ベガルタ時代に渡辺監督に叩き込まれたであろうロジカルな位置取りと持ち前のハードワークで、まあ、今後も欠かせない戦力となることでしょう。さあ続いての試合は日曜日、再びホームでの一戦となります。相手は好調清水エスパルス。まあ、小学生の頃マリノスの下部組織でプレーしていた絶好調鈴木唯人には要警戒といったところかなと思います。今季初の連勝で5連戦を締めくくりましょう。またこちらのチャンネルでは他にも名古屋グランパスやガンバ大阪の解説も行っておりますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。